私の名前はカモミール・ミカ、53歳。かれこれ20年以上パチンコ屋で働いている。実際に打つこともたまにはするが、これは趣味程度だ。私の働いているホールは北海道の人口2万人の町の設置台数300台ほどで、従業員は12人、平均勤続年数10年以上ですっかりファミリーだ。女性従業員は3人。なんと、私は最年少。年配のお客様に、おい、姉ちゃん。と呼ばれる怪奇現象を踏まえてもホールの雰囲気は分かってもらえるだろう。これは私が2000年から現在までのど田舎の小さなパチンコ屋での出来事だ。パチンコ屋には時々事件が起きる。特に多いのは財布の盗難や置き引きに駐車場での接触事故だ。パチンコ屋は風俗営業なので通常は生活安全課の管轄である。寝台入れ替えの時の台の不備や基盤不正を調べる立ち入り調査やホールの装飾や景品などが社交心を煽ってはいないかなどの監査に頻繁に来るのだが、事件の時はおまわりさんがミニパトでやってくる。おかげで夜中の職質や飲酒の検問などでは制服を着ていれば免許証を見せる前に仕事終わりかい、お疲れなどとフレンドリーに接してくれるようになる。そんなある日の遅番での出来事。時刻は22時過ぎ。おじさんがふらふら入ってくる。今来たお客さん完全に酔っていますね。うん、話しかけてみるよ。寝てしまったら大変だよね。一応店長に報告してきます。おじさんは眠たいのかゆらゆらしながらジャグラーを打っていた。以前真っ赤な顔のゆらゆらしたおじさんに、泥酔のお客様のご入店はお断りしているのですがと注意しに行くと、もともとあから顔でフラフラなシラフの紛らわしいおじさんだったのという失敗をしているので、今度は慎重に酒臭くないかを確認するために近寄る。くそ、お酒の匂いはもちろん体臭もひどい。でも他にも違和感がある。そうだ、おじさんが打っているのはジャグラーの下皿に 2,3,000円分の多点コイン盛られていた。スロットのコインはオリジナルで店名やロゴを入れて多点コインと一目で判別できるようにしている店舗が多く、私の職場でも両面に店舗名が彫ってある。おじさんの持参したコインは何年も前に閉店したホールのコインだった。お客様、このコインは当店のじゃありませんよね。お、姉ちゃんよくわかったな。姉ちゃん53歳。お客様、もしかしてポケットにまだコイン持っていますか？おお、そうよ。見たいのか？なぜかドヤ顔。おじさんは自慢げにいろいろなポケットからどんどんコインを出し始める。おじさんの匂いと大量の多点コインは私の手には負えないので、すぐさま店長を呼ぶ。店長はおじさんの匂いと大量の多点コインを見て固まっている。おじさんはふらふらとジャグラーを打ち続けている。店長はおじさんの匂いにひるみながらも注意をしに行く。おじさんはお金を入れたら出てきたなどと苦しい言い訳を始めたが、酔っ払って面倒くさくなったのか、いきなり怒鳴り、店長を殴り暴れ出した。すぐさま110番通報。パチンコ店員も長くやっていると110番と119番通報は慣れてしまっている。通報中もおじさんと店長との罵声が聞こえてくる。通報が終わりホールに戻ると、ボロボロの店長と暴れるおじさんをタックルしようにも臭くて躊躇する店員とお客さんや、閉店の時間で交換対応の店員とお客さんで店内は大混乱していた。どう見てもパトロールついでに寄った感じで駅前交番の年配おまわりさん登場。勇敢にも匂いに耐えた店員とお客さんに、タックルされているおじさんに優しく話しかけるおまわりさんにまでも怒鳴り暴れる酔っ払いおじさん。年配のおまわりさんじゃ扱えないから応援を呼ぶ。若手のおまわりさんが登場して、タックルを解かれたおじさんに話しかけるも、酔っ払いおじさんのアドレナリンは止まらず。ジジイだと思ってバカにするな。俺を誰だと思ってるんだ。誰？警察が怖くてスロットができるか。できます。とさらに暴れだし、ついには若手をパンチ。これには殴ったおじさんも見ている私たちも固まる。慣れているのか、冷静なおまわりさんたちは、どうします？やっちゃいますか。ガシャリ。おじさん逮捕。警察24時などのテレビで見ていた光景が目の前で繰り広げられて、閉店作業もそっちのけで見守る店員たち。公務執行妨害と暴行の現行犯で逮捕の時間などいろいろ説明しているおまわりさん。そんな大事なことを全然聞かずに暴れながらパトカーに押し込まれるおじさん。これで静かになったと思ったのもつかの間、今度は刑事ドラマのように鑑識やら刑事が登場。あの黄色のテープでジャグラーの島全部を閉鎖して写真やら指紋を取る。ちょっと素敵。
店長も呼ばれダイヤコインを指差し、グラビアアイドルのように何枚もの写真を撮られる。ここでみんながおじさんの打っていたジャグラーのゴーゴーランプが光っていることに気がつく。そしてそこにいた全員がビッグだったような気がする。あんなことしなくても出たのに。そこにいた全員が同じことを思っただろう。時間も遅いということで、鑑識も刑事も片付け始め、閉店作業も終わって帰ろうとした午前1時少し前。ミカさん、第一発見者としてお話をお伺いしたいので、署までご同行願います。これまた刑事ドラマで聞くセリフ。明日は早番なので寝たいです。と断る勇気もなく、軽い気持ちで交番ではなく警察署へ。テレビの見過ぎで、マジックミラーのある取調室での聴取かと思いきや、普通の刑事課の机の上で、何時におじさんは来店したのか、何時にコインに気がついたのか、おじさんは何を言ったのか、などなど、細かく同じような質問と何枚もの書類に名前と住所と生年月日を書かされ、カツ丼も与えられずに、約2時間以上拘束され、シャバに出たのは午前3時過ぎ。53歳にはきついです。そして次の日、老体に鞭打って早番で出勤。2、3日は現場検証のためにジャグラーコーナーを閉鎖しなくてはならず、殺人現場のように黄色いテープが貼ってある。今日はこの日なのに。お客さんに説明しなくてはいけないですね。2011年の夏頃から風俗法が厳しくなり、5のつく日がジャグラーデー、7のつく日はスロットデーのようなイベントが禁止になったのだが、お客さんの中には告知をしないだけでイベントは継続していると思っている人が多く、暗黙の了解のような日が5のつく日であった。5のつく日は誰もおすすめしてはいないが、ジャグラーファンがイベントと認識して朝から晩まで稼働を上げてくれるのだ。なのに、ジャグラーの島ごと閉鎖とは商売にならない。案の定、開店からジャグラーファンは島付近でざわざわしている。何があったの？昨日の夜に客が大暴れしたって本当かい？早耳。全部壊したの？まさか。いやいや、警察が現場検証に来るからしばらく使えないのさ。この方何者？物知り B さんのおかげで店長が説明することもなく、ジャグラーファンは納得はしてくれたのだが、ジャグラーが打てないのなら他店に行こうかな、の空気になる。ところが物知り B さんが、ジャグラー打てないなら仕方ないから、今日はオキスロを打とうかな。オキスロって？ジャグラーと同じだよ。ジャグラーと同じと聞いて、他のジャグラーファンも興味が出る。物知り B さん、救世主。物知り B さんは、私でもホールの回し者かと思うくらい、先ほどからファインプレーを連発している。そして、オキスロの魅力までも説明してくれている。そう、このホールには30杯コインを使ったオキスロコーナーがあるのだ。オキスロとは沖縄発祥のスロットで、米軍基地の手の大きいアメリカ人が使いやすいように50セントと同じサイズの30杯コインが使われた。発祥当時の沖縄は年配のスロットユーザーが多く、単純なゲーム性が受け入れられていたこともあり、シンプルなノーマルタイプが多く、オキスロのボーナス告知方法はジャグラーと同じく完全告知を基本とする機種が多く、告知のタイプにはパトライト点灯やハイビスカス点灯、リールの点灯など様々あり、ボーナス成立が分かりやすい。筐体やボーナス時の BGM も沖縄を連想させる南国気分満載な機種が多いのだ。ホールにも AT タイプのオキスロは設置しているのだが、やはりノーマル花々シリーズが人気なのだ。客 B のおかげでジャグラーファンの数人がオキスロを打ち始める。ほどなくして何人かがキュンキュンなって出始める。それを見た他のジャグラーファンも釣られて打ち始め、パトライトを回し鳴らす。それを見て普通のスロット客も打ち始める。ピーク時にはほぼ満台になったのだ。30杯のコインは大きい。皿や箱がすぐにいっぱいになるので出ているように見える。台の中のコインもすぐになくなるので、コイン補充も大忙しだ。いつの間にかオキスロのイベントに見えてくる。偶然なのか設定が入っていたのか、半数以上のお客さんが出ているようにも見える。店長も従業員も驚きだ。そしてその日から5のつく日は口コミでオキスロとジャグラーの日になり、ジャグラーファンからオキスロファンに変わったお客さんもいて、最近では低迷していたオキスロコーナーに活気が戻ったのだった。これもすべて客 B さんのおかげである。ちなみに逮捕された酔っ払いおじさんは家宅捜査で多点コインが3万枚も発見された。以前閉店したホールの撤去作業に関わっていた業者に勤務していたそうだ。窃盗、店長への暴行と公務執行妨害など罪名が盛りだくさんの逮捕になったと新聞に住所と名前付きで載っていたのだった。
タテンコインでの遊戯は窃盗です。その後、奥さんと息子さんがおじさんに代わって謝罪しに来店。従業員全員があの臭いおじさんに奥さんと立派な息子さんがいたことが、この事件で一番驚いたことだった。これだからパチンコ屋の店員はやめられない。続く。